今回は事前に私のチャンネルのコミュニティを見ていただき概要欄の動物の足跡のリンクも確認していただきながらの進行となります主にチャンネル登録者向けなので面倒な作業が苦手な方は動画を見ないことを推奨しますでは前回考察した女ジ児ジの足跡のような画像が動物の可能性が高いと結果を出したので動物の痕跡を見て各特徴から 形が崩れていても動物の痕跡が残るということと動物の足跡は作りもバラバラだが動物ならではの作りになるということを理解していただけたらと思います人の足跡や鹿やイノシシ鹿やイノシシと足跡が似ている牛なども登場しますまずは私のコミュニティの画像からジョジの足跡のような画像のイノシシのような跡を左右対称にしたものを見たら イノシシの足跡である可能性が高いことがわかりますこの画像を覚えておいてもらえれば後に雪にできた足跡を見てもらった時にとても似ていることに気づくと思いますそして画像を回転させ木を消したり歯を消したりイノシシの痕跡を消した画像を見ていただけたらなかなか足跡には見えないと思いますもちろんこれは画像を加工した結果ですが加工なしでも回転させたら通常の時より足跡には見えないと思います。 そして畑には進行方向に土の盛り上がりや、人の足跡のようになる動物の足跡があります。画像1枚で、ほぼ女児の足跡のようになっているものは、牛ではありますが、足跡は牛と鹿とイノシシは同じような形態をしています。自然の中の足跡は人間の足跡と同じように見えることがあり、足跡の劣化により人間の足跡のようになるものや、動物と動物の足跡が重なってそう見えるもの。 世界の中で全く同じものが写真として残るのは難しいですがやはり自然界のものでジョジの足跡のような画像の特徴がたくさんありますここからは画像を評価してみましょう概要欄の URL 内の画像を見てくださいまず1番ジョジの足跡の通りならカーブとかかとの比率からこのような足跡になってしまうでしょうつまりはソウルもこのようになりますそれか小さくなってしまいますそして2 これは女ジ児ジの足跡と思われるものとほぼ同じ形をしていますね。手前の白い砂によって強調されていますが、それに惑わされずに各特徴を捉えてみてください。このように自然では近い形のものができるわけですが、なかなか人間では難しいですよね。次は3。これも左の跡が薄いわけですが、さらに雨で薄くなった場合、右は足跡のように残ってしまいますよね。左右でも濃さが違いますし。 この右側のあとにイノシシが通ると女児の足跡のような画像のような構図になります。次は4この画像の重なる足跡とカーブを見てみると女児の足跡の画像の右側のようなカーブが動物でもつくことがわかると思います。5この画像のように真ん中の土があまりなく爪による掘り跡ができる足跡もあるわけです。児の足跡のような画像にも爪跡のような亀裂が右側にありましたね。6 このイノシシの足跡の前には土が盛られています。前にも穴がありますよね。このようにイノシシで前に土が乗ったりすることが自然ではあることがわかります。前の穴の状況は衝撃によるものか、おそらく同じイノシシの前足だと思われます。7. この鹿と思われる足跡は非常に靴跡に似ていますね。このように、人の足跡のようなものができて、雨の状況によって周りの形のみが残るということがあります。 8この画像はジョジのような足跡の画像でいうとかかと部分が長くなっているのがわかると思いますそして前爪の先の間をご覧くださいさっきの画像と同じように先に丸く削れそうな跡がありますよねジョジの足跡のような画像にもありますがあれは1つではなく2つあるように思えるのであの部分は先がイノシシの形跡がある後ろ足の可能性があります9この足跡は さっきのように真ん中に丸い穴があるように見えますが実は隣に薄く後ろ爪めの跡がありますこのように左右の形跡の差によって女児の足跡のような画像のようなくぼみが1個あるように見えたりもします10左に人間の足跡があって重なった動物の足跡は女児の足跡のような画像のカーブと同じようになっています雨が降ればもっと近づくような足跡の痕跡と言えますね11 この写真は右爪が深く刺さり、左爪は刺さっていません。ジョジの足跡のような画像でも、右だけが深い亀裂が入っていたと思います。このように動物の跡は左右で爪跡の濃さや土壌の関係でつく跡が左右違うことがよくあります。12. この画像は前の土が手前に落ちています。このような場合、足跡は雨により消失してしまいます。 消えた足跡の条件は薄くこのような手前に土が落ちている状態だと思われます。また、女児のかかとのような場所と形状が似ているのもわかると思います。13、これは警察と獣医師が判断したイノシシの足跡です。非常に細い人間の足跡のように見えてしまいますよね。これで雨が降れば、輪郭がぼやけて、かかとが際立ちます。14、こちらは雪でくっきり跡がついているイノシシの足跡だが、 この足跡画像の右側は、ジョジの足跡のような画像の右側と同じであると言える。そして下の部分もへこみが2つありますよね。そしてコミュニティに貼った左右対称にしたイノシシの痕跡と前爪以外は似ていることがわかると思います。このようにジョジの足跡のような画像にある、いくつもの形跡がイノシシであることがわかります。15、この画像にも、四角いイノシシの痕跡があります。 ののジジの足跡のような画像のかかとと部分と同じですね16この画像は土が衝撃で盛り上がっていて奥がかかとのようになっていておそらく後ろに亀裂が入っていて後ろ側が盛り上がっているパターンの足跡だと思われます17これは牛で女ジ児ジの足跡と同じような形が再現されています靴跡のようになっているものとその横に跡がありますここに雨が降って全体が薄くなっていって 靴跡のようになった先にイノシシが足跡を重ねたら完成するような痕跡です。牛の足跡はイノシシやシカと似ている足跡ですので動物の跡が自然界でこういうようにつくということがあるということが分かってもらえると思います。18こちらはシカと見られる足跡で女児の足跡のような画像のイノシシを抜いたような形が完成しています。雨がが降りこののの画像の上部分にイノシシの踏み跡が重なれば ジョジの画像の構図と非常に似ている足跡が出来上がります19これは雨で濡れ水が溜まっているイノシシの足跡です中の足跡の形跡が見事に消えていって前方部分にはジョジの足跡のような画像と同じような上に向かう線がありますかかと部分と見られるものと角度的にも似ていることがわかると思いますそして長さはないですが 形状としては下の方もジョジの足跡と同じような形状になっていると思います。このことからもジョジの足跡のような画像には、イノシシとシカのものがついていた可能性がわかると思います。20. 日本のサイトでもカーブの特徴が似ているイノシシの足跡があります。21. これはアナグマの足跡です。爪の跡が出ているのが特徴的ですね。22. これはアライグマです。 形状的にはこちらの方がが似ている気がしますねアライグマとアナグマは土壌によっても見え方が変わってくるので非常に難しいですが爪以外を見るとアライグマの可能性が少し高いように見えます実際に画像を見ていただくと分かると思いますが女児ジジの足跡のようなものは自然の動物で構成されている可能性が高くそれぞれの特徴は人間が偶然つけるには条件が難しいと思われますその他の足跡も かかと部分があることから方向が分かったと思うのと10個というくくりで同じような足跡の痕跡であると予測できるのでそこにあった足跡の数々は動物のものの可能性が高いと判断できると思います前回の動画でも言いましたがそれぞれの場所の土壌の状況は分かりませんが葉が多く跡がつきにくいところや雨の影響を受けやすい場所葉に隠れてしまった足跡など それぞれの痕跡が消えたり隠れたりしてしまったと考えられます以上が足跡の考察後編の動物の画像解説でした